どうも、ふたろです。春のプレモルでは飲んでいきたいと思います。今日もお疲れさんでした。乾杯。おいしい、うん、はい。今日のデニムちょい飲みでございますが、今回もあのジーパンではありません。デニムジーパン、関係ではありません。今回はスカジャンの紹介をしたいと思います。このスカジャン、ここです。ここにあります。今ここにあるスカジャンですが、これは1994年の、平成6年、1994年に僕が初めて買ったスカジャン、第1号です。初めてこれスカジャンを手に入れてから、もう今スカジャン何着あるかわからんぐらい結構買ってますが、これがあの僕のスカジャンデビューの1着です。これで、このスカジャンは当時その30年前、スカジャンどこで買っていいのかちょっとわからず、まだネットとかね、ネット通販とかもそんなに今みたいに楽天があったりとか、ヤフオクがあったりとか、そういうのもなかった時代だったので、とりあえず、横須賀の基地に行けばスカジャンを買えるというのがあったんですけど、スカジャンを買いに横須賀まで行くのはちょっと遠い、四国からね遠いので、一番近い基地はどこだということで、調べましたら広島の岩国の基地のところにもそういうお店があって、こういうスカジャンとかも売ってるんじゃないかということで、友達とその岩国にちょっとこれを探しに買いに行ってきたです。それで写真がこの辺りに出してきます。これ、ここのこの岩国の基地のところの正面からもう前をずっとね、その、お店が並んで、ありました。で、多分今もそうなんじゃないかなと思いますが、何店舗もこうお店が並んであったので、結構入っていっていろいろ見て、カレッジトレーナーとかね、当時流行っていたカレッジトレーナーだったり、このもちろんこのスカジャンを、見つけて買いました。で、買ったのはこのね、イーグルスっていうお店だったと思うんです。なんとなくここで買った記憶はあるので、多分ここのお店で、このスカジャンは買ったと思います。ベロベロ探偵局。で、こちらのスカジャンですが、サイズ表記とかも今のところこんなタグとか見てもちょっと何もついてませんでした。で、大体スカジャンは、リバーシブルになってるんですけど、これはリバーシブルではありません。裏は全然何にもないです。もう表だけの刺繍になります。当時その初めて買った時にその、スカジャンが裏表リバーシブルになってるとか、そんなもんあんまり多分僕知らなかったんだと思います。とりあえずこの刺繍がね気に入ってこれは買いました。で、買った値段とかもちょっとはっきりもう覚えてませんが、そんなに高くはなかったとは思います。この刺繍のね、この糸の色の配色、これも両胸とも右胸左胸ともに竜です。竜の刺繍、この竜の刺繍とかのこの刺繍の色がもうとても気に入って買いました。で、袖の方はどちらも一応袖にもねこれ刺繍が入ってまして、袖はドラゴンの刺繍になってます。で、裏面です。裏の刺繍はこんな感じ。これもね色がめちゃくちゃ綺麗で、これもう30年経ってるんですけど今もこの色です。見える？はい、こんな感じ。今でもこの色です。綺麗な、もうゴールドとかも青とかももうこれめちゃくちゃ綺麗で、結構ね大切には着てましたけど、やっぱりそんなに袖のあたりとかね割とこう擦れることがあって、この、ね、ファスナーのところで割とこの引っかかりがあって、これでファスナーのところで擦れてすると袖のあたりは毛羽立ってますけども、このリブなんかもねまだ全然死んでない感じで、ちゃんとゴムも生きてリブもちゃんとしっかりしてます。どちらともリブも穴開いたりとかはしてません。ちょっと袖のところだけ、特にこっちの右の袖だけがちょっとケバケバにはなってます。でもこれ未だに気に入って時々今も着てます。めちゃくちゃかっこいい。で、これサイズ表記もないんですけど、タグ全くないのでメーカーがどこかとかも分かりません。多分そのお店がどっかで作ってるやつなんかもしれませんが、めちゃかっこいい。これ今もやっぱ好きです。これが、僕が30年前に、スカジャンにハマったスカジャン第1号です。第1号のスカジャンです。今日はこのスカジャンの紹介の動画になります。
カジャンの方ですが、スカジャンは本当まだたくさんいっぱいいっぱいありますので、これから少しずつあのスカジャンの方も紹介していけたらなと思います。最近でもまたあのスカジャン、あのダルチのスカジャンとかも買ったりとかしてますので、またちょっと少しずつ、整理しながらスカジャンの方も、紹介していけたらなと思います。スカジャンかなりハマってます。今でも大好きです。スカジャンいいね。はい、今日の動画はこれで終わりたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。よろしかったらチャンネル登録、コメント、高評価どうぞよろしくお願いします。またやるぜ。